ニナ、これ使われてんのかな。使われてるといいけど。声でかっ。でもやったことないから。使われてほしいな。いやいや、使ってほしいわ、そんな。これだ、これだ、これだ、めっちゃ嬉しい。こんにちは。あ、こんばんは。え、なんで一回家帰んの。帰ってないの。帰ってないっすよ。あ、そうなん。結構長かったよ。いやいや、もう4時間ぐらいいますよ。そうっすよ。中丸だけで帰って。中丸って言うの。いいな、この空気。さあ、これなんで回ってるんですか。実は、ニノさんが、ジャニーズファミリーですね、差し入れをしてくれました。そうなんです。そうなんです、こちら。もうもっと山盛りだったんですけどね。あ、もう減ってるんだ。そう、一宮二宮ね、うん、パン、うん。いや、結構小腹すく、このパンめっちゃうまいやつじゃん。でかいや、マジマジマジ、今日一の声出したじゃないですか。知ってる知ってる。めっちゃうまいっすよ。めっちゃうまいやつ、めっちゃ、これめちゃくちゃうまいやつだ。ちょっと食べて。めちゃくちゃうまいよ。これうまいっすよね、これマジで。ありがとうございます、二宮君。ありがとうございます。で、これで差し入れがある代わりとは言ったらなんですけど、はい、これ、定点カメラって、はい、で、ジャニーズの皆さんになんかコメントちょうだいみたいなことしてるんですよね。そうです、ここにもう書いてある、ね、こうやって、はい、どうなんだろう、パンがこれだけ減ってるってことはもう、いや、結構来た、はい、だって最初山盛りでしたもん。めちゃくちゃありましたよ、わーって。そうなんだ、はい、だから、これ食べた人たちはみんな多分ニノさんに対して何か言ってるはずなんですよ。まあ、言いたくなっちゃうもんね、やっぱね。パンありがとうって。はい。ということでね、本番ももうでもマモですか。もう今1時間切ってます。1時間そうですね。じゃあ、まあ我々としては、はいはい、まずこのジャニフェスを楽しもうと。はい、ジャニフェスです。配信今日じゃないですか。あ、今日か。配信今日ですね。2日じゃないですか。2日から。だ、見れるのかってことですね。この3人の絡みが。まあ、好きやらばちょっと積極的に行こうと思いますね。というわけで。じゃあジャニフェス配信、今日から見られますのでぜひ見てほしいのと、はい、この後どんなジャニーズが来るのか楽しみにしててください。じゃあ我々は行ってきます。行ってきます。カーうるせえな。マジで耳に壊れるわ。皆様お疲れ様です。テニノチャンネルです。ファンです。ありがとうございます。差し入れや。来ました。テニノさん。テニノチャンネルです。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になってます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。いただきます。いただきます。アピールせんで。吉田正尚選手。吉田正尚選手をアピールすな。2022年から、背番号7に変わりました。せんの。ということで、7つ。いや、これもうほんまにすいません。おかしいから。おかん、おとん、姉ちゃんいるんすよ。いやでもなくなっちゃうやん、こんな多い。だってタレントさんもいっぱいいらっしゃるわけやんか、ジャニーさんさ。でもおかんとおとんと姉ちゃんがすごい喜ぶ。いや違う違う違う、喜ぶやろうけどな。ジャニーチャンネルの皆さん、すいません、いただきます。ほら見て、カメラに向かってメッセージ。二宮くんに一言。二宮くん、先日はお電話ありがとうございました。大好きです。おかんおとん姉ちゃんが応援してます。え、ジョークか。ジョークでも嬉しいです。ジェナチャンネルに出演するならこんなことをしたい。なんかこの間その出演させて、電話出演させていただいた時、うん、ブルブルマシーンでお電話させていただいたけど、ブルブルマシーンでカラオケとかいかがですか。あり。ビブラートすごいのかなみたいな。美味しそう。
ただきます。うん、どこ行って、なんかそう、トリュフみたいな。え、めっちゃない。え、これトリュフ入ってる。え、めっちゃ、めっちゃ美味しい。やばい、ガーリックトーストかな。ガーリックトースト、あ、ガーリックトーストやわ。めっちゃ美味しい。これ7つも出ご。ありがとうございました。これからもよろしくお願いします。どうでした。藤田大吾でした。どうでした。藤田純一でした。うわ、トリュフやんね。ほら、すごい。藤田俊介です。パンいただきます。カメラに向かってメッセージをお願いします。二宮君へ。二宮君、私の男子デビューしたばっかりですが、頑張ります。山田君大好きです。パンいただきます。失礼しました。いただきます。ありがとうございます。ガーリック大好きです。いただきます。回ってる。これ何のカメラ、なんかめっちゃ回ってる。何これ。おっ、来た。カメラ回ってる。びっくりした。カメラに向かってメッセージをお願いします。二宮君、一緒にゲームしましょう。僕もゲーム好きなんで一緒にゲームしたいです。するならこんなことしたい。他なんでも。二宮くん、電話番号教えてください。フリーダイヤルじゃなくて。何これ、めっちゃいいメッセージだけど。あ、トリュフじゃない。うわ、トリュフや。トリュフの召喚。ありがとうございます。ドローボーや、それは。それはドローボー。二宮くん、ボードゲームしましょう。ジャニーズ WEST ボードゲームめちゃくちゃハマってるんすよ。おすすめのボードゲームあるんで、ぜひ呼んでください。お願いします。お願いします。パンもーれい。はい、いただきます。一言、メンバー全員で行きたいですね。ジャニーズベストで。僕もファンいただきます。いますよ。おはようございます。ほいっす。ジャニーのチャンネル。あら、どうも。どうも。いや、もうジョーカー。どうもどうも。ジョーカーです。色と色合いがジョーカー。おはようございます。さあ、シュールだ、シュールだ。おはようございます。目がパンパン。ジャニーのチャンネルですとか、ジャニーのチャンネルに出演するならこの人食べてみてください。パンうまそう。これ何個食べていいんですか。めっちゃある。すげえ。これ全部同じか。ありがとうございます。いただきます。でも二宮くん、一言するならしたら、あれしようよ、ストーンズのチャンネルとさ、あー、コラボしましょうよ。運動会だっけ。なんか、コラボしましょうよ。ぜひ、お願いします。パンいただきます。いただきます。パンいただきます。
いただきます。別アングルでいろ。パンいただきます。パンいただきます。パンいただきます。そこにもあったんだ。パンいただきます。パンいただきます。そこだよ。パンいただきます。あっちも。あ、あのメロキーを僕たちの楽曲で、あ、じゃあ僕たちの楽曲でパー、俺行くんだよ、俺行くんでしょ、ランパンパンって楽曲があるので、ぜひ何だよ、パンって聞こえるパン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 、調味料とかなんだけど、二宮くんパンいただきます。今度森本慎太郎です。二宮くんパンいただきます。いただきます。ナインカイジャニロチャンネル、お疲れ様です。ジャニロチャンネルのスタッフです。結構いけます、いけます、ジャニロです。はい、ジャニロチャンネル、ジャニロです。ジャニロチャンネルです。じゃあパンいただきますね。空気読む。ジャニロチャンネルに出演することになったら、なんとか何をしたいか、ですね、キャンプ行った動画を見させてもらったんですけど、あまりにも山田くんがかわいそうだったので、キャンプインストラクターを今度は僕を連れてって、ぜひ楽しいキャンプもう一回やりましょう。お願いします。では山田くん、ルーパー中丸くん、これからもよろしくお願いします。以上、コーチングでした。パンいただきます。松村北斗って言います。前 VS 嵐があった時代に、あれなんですよね、二宮くんのいらっしゃいませっていうライブの煽りを公認で共用させてもらってます。あ、おはようございます。おはようございます。公認で共有させてもらってるものです。あれからライブでずっとやってます。イエーイ。テンション低っ。そんなにね、初めて聞いた。嬉しい。そう。行きまーす。なんだろう、どうしなかったの。やった。ファン大好きだから。ゆめくん、ありがとうございます。ゆめくん、ありがとうございます。いただきます。ABCD の橋本です。五関です。いただきます。五関くん、ゲーム好きだから。ゲーム好きですし、僕、二宮くんと誕生日なんですよ。あ、そっか。誕生日メールもらったって言ってたもんね。電話誕生日メールもらったこと。パンダ。僕からです。すごい、ありがとうございます。美味しい。いただきます。エッセージャンプの中村です。一応言っとかないと。一応言いませんか。言いますよね。言った。そうですよね。私は改めて来ました。ジャニロチャンネルです。 Thank you。 ガブです。ガブです。ゆうたです。パン結構いけます。パンありがとうございます、こんなに大量にパン、ありがとう。こんな大量に二宮和也くんへ来たかな。私もお世話になりました。でも多分今年俺1回いやー、僕もしかしたらお会いしてないかもしれない。そうだよね。うん、お会い、まず今年お会いできなかったから来年は絶対お会いしたい。そうですね。山田がもう世話になった。めちゃめちゃ、はい、うちの山田がお世話になってます。ありがとうございます。いつも楽しそうです、山田は。おかげさまで。なんだろうな、出演するならこんなことしない。何かありますか。なんだろう。でもまあ出演するから、させていただくからにはジャンプ全員でなんかワイワイ盛り上げに来たなと思います。そうだね。で、うるさいよって言われた。確かに、だから逆に、うん、俺らはそのジャニーのチャンネルの凌介はさ、俺らのと一緒で違うじゃん。違うね、だいぶ違うよね。だからそのキャラじゃない。なんか素を見たい。見たいね。確かに。でも凌介いつも違うんだよ。どうしたのみたいな。そういうのをちょっといじりたい。そうなんだみたいな。よそ行きな感じ。確かに。なのかわかんないけど。
それでは改めてサインいただきます。いただきます。和也くん間違えてます、ね、怒られますよ。いただきます。気持ちいい。飲んだぐらいで食べました。いただきました。そう、なんちゃった。超美味しかったですよ。なんて言った。なんか一言言わなきゃダメなんでしょ。え、パンのカメラに向かって、あ、僕は二宮くんにゲーム好きなんでゲームしましょうっていうことを。おはようございます。ありがとうございます。おはよう。よーし、おはようございます。おはよう。なんか次は俺もいただこう。パン食べに行きましょう。ジャニオチャンネル二宮くんに一言。え、マジですか。そう、ほら、もう終わりやっときやん。わ、ありがときやん。しゃ、皆さんちゃんとこっちもあるよ。こっちもあるよ。あ、そっか。じゃあ手持ちでやろうか。こっちもあるし、こっちもあるし。お前めっちゃある。やば。手持ちでやるわ。いきます。どうぞ。ジャニのチャンネルのご覧の皆さん、そして出演者の方、いきます。どうも、プリン食べ過ぎて、おしゃれプリンプリン。なにわ男子のリーダー、大橋くんです。よろしくお願いいたします。イエーイ。じゃあ、パンいただきます。お前、止めちゃった。パンいただきます。じゃあ俺もやるの。うまそう。え、マジですか。うん、お母さんも。じゃあ、いただきます。いただきます。いただきます。はい、終わりました。どうぞ。ジャニのチャンネルの出演者の皆さん、そしてジャニのチャンネルご覧の皆さん、どうも。鶏のささみ食べて筋肉ムッキムキ、塚田亮一、塚ちゃんです。イエーイ。あんま変わらないじゃん。あんま変わらないじゃん。変わらなかったっすか。結構よく食べました。あ、俺僕はいただきました。そうなんですか。うん、僕はいただきました。どうも、長尾健人です。こんにちは。二宮くんへ一言。今、ドラマで純くんにお世話になってます。いつか二宮くん喋ってみたいです。はい、あ、そうくん、たまです。あ、まじまじ、これたまパンがあるぞ。結構いけます。あ、ね、パン、パンあるよ。大ちゃん結構いけてるんじゃん。ジャニーチャンネル、あら、なんか二宮くんへ一言。普段ならこんなことしたい。なるほど。でもこれか。あ、ただではもらえないんだ。なるほど。あ、ここにもあるんだ。バンズだ。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。ありがとうございます。くまくんお世話になってます。山田がいつもお世話になってます。キスマイも誰かお世話してください。はい、いただきます。はい、いただきます。ジャニーズゲーミングルーム登録お願いします。お願いします。高評価お願いします。お邪魔しました。あと二宮くんが結構サウナ好きだって聞いてるので、ぜひ一緒にサウナ入りたいです。よろしくお願いします。一緒にサウナ入りましょう。パン、じゃあいただきます。いただきます。え、何パンなんだろう。見よ、これあげちゃおう。みゆらさん、あ、うまっ。マジ、これさ、黒いの食べてます。食べたらわかるよ。スカちゃんが来ました。おーちゃん、いや、これ何が、さあ、温めようとしてるだろ。スカちゃんは、パンは、いや、いいよ、温めていい。スカちゃんもこれな。うん、うまい。待って、これやばい。これうまっ。すごいおいしい。これどこの先、はい、何ですか。今度はどこのパンか教えてください。ありがとうございます。二宮くんへの一言。でも二宮くんのゲームめちゃうまいじゃん。そうだよね。一緒にやりたいな。めっちゃめっちゃうまい。なんかね、ちょっと噂に聞いたところやんか、なんかやってる系統が俺一緒っぽくてゲーム。あ、そうなんだ。ぜひお願いします。お願いします。よし、お願いします。フーはジャニーズチャンネルの人じゃん。あ、これ本家の本家だ。これあれじゃないですか、トリュフ、トリュフの匂いするじゃないですか。うん、あ、ローリュフのやつ知ってる。どこっすか、知ってる。
じゃない？1個いくらぐらいかっていうのも気になるな。え、誰ですか？正直言ったから。いや、出てよ。いただきます。いただきます。はぁ、二宮君に一つだけ言うの、まやっぱジャニーズの醍醐味っていうのはやっぱライブなんじゃないですか。そう思いますよね、ゆっち。やめろやめろ。風磨いなかったんで待ってますよ。僕の目黒と深さんの分を見たんですよ。あと笑いも取ってきてやっちゃうんで、お願いします。気分が上がった時にあれですね、ドメピース。こちらをぜひ二宮君にこのチャンネルでやってほしいなっていう。やるか。ドメ